バボルナ牧場のシャギャゾーシャギャアラブ、またはシャギアラブは馬の品種の一つ。19世紀にオーストリア・ハンガリー帝国のバボルナ、メズヘジェシュ、ラダウツ、ピバー、トポルチャンキーといった牧場で開発されたアラブ種の馬である。今日、チェコ、オーストリア、ルーマニア、旧ユーゴスラビア諸国、ポーランド、ドイツ及びハンガリーで最も多く見られるが、 他の国にも輸出され世界中で育成されている。現在の純血者ギャアラブの血統は、ラダウツ、バボルナ、トポルチャンキーのスタッドブックに、すべての系統が遡ることができる。一部ではこの品種は、アラブの一系統と考えられているが、少量のヒアラブ血地の存在により、アングロアラブ、またはアラブ系種とみなされている。主な機関種ボバの一頭が、 南東かのクヒラン及びシーグレービー系の祖先を持つ足毛のアラブジャギャだった。1830年シリア産で当時の平均的なアラブより背が高く15.2から1に半度あった。彼は大部分純血アラブの貧馬がほとんどいないバボルナで荒廃されたので強純粋なアラブの子孫は存在しない。バボルナや他の牧場で つなぎようされたアラブシュボバの多くは、トルコによる東ヨーロッパの長い占領によりすでに、アラブ種の大きな影響を備えていたヒン馬と、交配された。何等かのサラブレッドとリピッザナーも使われた。すべての場合において、非常に注意深く血統を記録が残された。当初これらのアシュルではないアラブの馬は、アラブ馬を表す総称語アラベレスと呼ばれていたが、 第二次世界大戦後シャギャの非純血種の系統が、ハンガリーでも生産されていた純血アラブと、混同されるのを懸念して、馬学者のグラマツキ博士によって、シャギャに改められた。その際に、他の多くのアラブ血統も、シャギャ種に含まれていたが、シャギャが、実質的にあらゆる系統の祖先であったので、この名前が選ばれた。多くのシャギャ血統にも現れる純血アラブシュボバ、 ジェシア・シャギャは、純血あるいはアシル・アラブとは認められない一方、クローズド・スタッド・ブックと、世界アラブ・バキコにおける特別な地位がある。1978年に、ワホは、純粋なバボルナとトポル・チャンキーのシステムで生産された、シャギャ・アラブは、純血・シャギャ・アラブと呼ばれうるものであり、シャギャ生産者協会は、ワホ公園の巡回員として、ワホ紋章の使用を許可する。 と声明したただし、この場合の、純血種とはその馬がそれら自身の間で純血なので、あって、純血アラブという用語と混同されるべきではない、とも、明らかにした。一部の熱狂的ファンは、ハンガリーの牧場の非常に綿密な記録管理が、実際には、登録により、純血アラブと認められた一部の馬よりも、長期間完全な血統の馬を生産していたことに、 注目した。しかしこのような議論にもかかわらず、シャギャは異なった血統グループのままで、通常、純血アラブとは認められていない。障害飛び越し競技でのシャギャアラブ高い位置能を、丈夫な骨と優れた、持久力で、シャギャアラブはアシル、または、純血アラブ場に類似した特徴を示す。しかしヒアラブ種のわずかな流入とハンガリーの牧場の、育成目的のために、シャギャは、 純血アラブよりも背が高く、優雅さにはかけ骨太な傾向がある。現代のシャギャは、通常少なくとも、対抗15ハンド、一般には16ハンドあるが、アラブの品種スタンダードの幅は14.1から15.1ハンドとその高さには、差がある。障害飛び越しするシャギャアラブこの品種は、乗用馬として認められており、馬車にも使用される。丈夫な騎兵馬だったが、 現在は、ババ馬術、総合馬術、エンデュランス馬術のようなスポーツ馬競技で人気がある。2006年のフェイエンデュランス世界チャンピオンは、バボルナで生産されたシャギャのセ馬だった。ありがとうございます。